ご指名をいただきました公明党の山口恵子です。通告に従い一般質問をさせていただきます。先日地元の郷原区で公民館主催のシュトラスリボン作りを行いました。今年はコロナ禍の中で地域の行事の多くが中止となってしまいましたが、3密を避け、エンタラス職員の協力を得ながら参加者全員がシュトラスリボンを作ることができました。コロナ禍であっても、みんなが心から暮らしやすい町を目指して、ただいま、おかえりと言い合えるようにと願いを込め、シュトラスリボンプロジェクトに賛同していることをお聞きしました。全国では、新型コロナウイルスの感染拡大が広がっています。引き続き3密対策を徹底するよう呼びかけられています。差別と偏見をなくし、思いやりの輪を広げて暮らしやすい社会を願っています。それでは質問に入らせていただきます。1、コロナ禍における農業経営対策について、1、農業生産者への影響について、新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動の両立が図られるよう力強い対策が求められています。コロナ禍ではイベントの中止や飲食店の利用者減少により、農業生産者への影響が懸念されています。今年は長梅雨の影響もあり、レタスなどの野菜の出荷量も減ってしまったとお聞きしています。今年の野菜や果樹などの生産量、出荷数、販売等収入への影響はどのような状況でしょうか、お伺いします。2、支援の状況と今後の方針について、企業や個人事業主が新型コロナウイルス感染症拡大や営業自粛により大きな影響を受けた場合は、国の持続化給付金制度があり、農業経営者の皆さんも対象となります。本市の農業関係者への給付状況をお伺いします。個人、法人、企業別にそれぞれ給付件数が分かりましたらお聞きします。また、コロナ禍から農業、林業、漁業者を守るため、事業継続を幅広く支援することや、感染拡大防止のための補助金、経営継続補助金は、公表で国では1時、2時と募集を実施し、11月19日、締め切りました。販路の回復や開拓などの経営継続に向けた取り組みに、作業中の接触機会を減らす農薬散布用ドローン、人との接触機会を減らすためのインターネット販売などが補助要件になっておりますが、申請された取り組みの内容についてお伺いします。自然災害により果樹の減少を補填する制度には、果樹共済がありますが、自然災害による収入量の減少だけでなく、価格低下や農業者の経営努力だけでは避けられないリスクによる収入減少を補填する収入保険制度があります。本市では、今年度から加入促進のための補助制度を実施しておりますが、取り組みの内容と加入者の状況についてお伺いします。2、安心して妊娠、出産、子育てができるための取り組みについて、1、不妊不育症治療について、結婚、妊娠、出産、子育ては個人の自由な選択です。この点は十分に配慮すべきことです。個人の生き方が尊重される社会であることを望んでいます。その上で、子どもの誕生を願いながらも、不妊に悩む夫婦が増えています。近年の晩婚化を背景に、不妊治療を受ける夫婦が増加し、日本産婦人科学会のまとめによりますと、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6970人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かりました。これは16人に1人が体外受精で生まれたことになります。不妊に悩む人が増え、治療件数も過去最高となりました。国においては2004年度から特定不妊治療助成事業が創設され、その後、助成額や所得制限が段階的に拡充されてきました。保険適用もされていますが、不妊の原因調査など一部に限られています。高額な治療費が経済的負担になっています。本市では、天使のゆりかご支援事業を実施していますが、助成の内容、予算措置について、また実績はどのような状況なのかお伺いします。取り組みの中で把握している課題についても、
ありましたらお聞きします。現在政府では不妊治療や不育症について新たな支援策を検討していることが報道されています。保険適用の拡大や女性の所得制限撤廃について検討内容が分かりましたらお伺いします。括弧に保育園の運営について、少子高齢化、人口減少に直面する中で、子どもの幸せや子育ての安心が確保される社会の実現を目指していくことが重要です。児童虐待の根絶、子どもの貧困対策、子どもたち一人一人の可能性を引き出す教育の推進、さらに不登校の児童生徒への多様な学びを支援する取り組みなど、取り組むべき課題はさまざまです。今回は保育園の運営について、本市が取り組んでいる保育士確保のための人材バンクの取り組みについてお伺いします。事業の内容や保育士の雇用状況についてお聞きします。これまで保育園では未満児の入園希望が増加しており、入園が厳しい状況が続いていましたが、来年度の定員と入園見込みの状況についてお伺いします。子育ては経済的負担が大きく、希望通りの子どもが持てないことが大きな課題となっていました。このような中で子育てをしている多子世帯に対する保育料の支援についての取り組みについて、国、市の対応をお伺いします。括弧3、危機管理と生命を守るための取り組み、訂正、3、危機管理と生命を守るための取り組みについて、括弧1、消防団の確保について、消防団の献身的な活動により、町の安全や生命が守られ、私たちは安心して暮らすことができます。火災発生時もいち早く現場に駆けつけ、初期消火に全力で対応していただいています。これからも団員の皆様と健康と安全を願っています。道路交通法が改正され、平成29年3月12日以降に自動車普通免許を取得した団員は、3.5 トン以上のポンプ車を運転できなくなりました。意欲ある団員の活動を支えるために、準中型免許を取得するための助成制度を創設し、支援することが大切です。現在の消防車両、ポンプ車の配備状況と今後の更新計画、合わせて、準中型免許を取得するための支援制度についてお考えをお伺いします。括弧2、市災害タイムラインの周知と活用について、台風や豪雨による大規模災害に備えるため、自治体や企業が事前に取るべき対応を時系列でまとめたタイムラインの導入が各地で広がっています。タイムラインは台風などあらかじめ予測できる災害に対して、行政などがいつ、誰が何をするかを整理しておく仕組みです。2012年に米国を襲ったハリケーンでは被害を軽減したことで注目され、日本でも策定されるようになりました。本市でも災害タイムラインが策定されていますが、その内容や重要性について理解をして運用することが大切ですが、どのようにお考えかお伺いします。関係機関との連携について必要な対応がありましたらお答えください。また、マイタイムラインについては、市民への普及や活用を呼びかけることが重要で、早めの避難行動につなげることができます。一人一人の自分自身の防災行動計画を事前に準備できるよう積極的に推進していただきたいが、どのようにお考えかをお聞きします。括弧3、災害時避難行動支援の取り組みについて、災害が発生したときに自力で避難することが困難な人を事前に把握して、地域の皆さんで協力して支援するための避難行動要支援者登録制度の取り組みが行われていますが、その取り組みについてお伺いします。制度の目的、現在登録されている方の人数や対象者の状況、支援者名が記入されている方はどれくらいいらっしゃるのか、申請状況についてお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。12番議員の質問に対する答弁を求めます。上条農林担当部長、
山口恵子議員の一般質問にお答えいたします。私からは1コロナにおける農業経営対策について2点お答えいたします。まず新型コロナウイルスにおける農業者への影響につきましては、日本農業新聞が9月に行った農業者への調査結果によりますと、深刻な影響がある、影響がややあると答えた農業者の合計は 65% となり、4、5月に実施した前回調査より5ポイント増加しており、影響が長期化、拡大化していることが分かりました。ただし影響が深刻と答えた割合はやや減少し、一部では相場の回復なども伺えるとのことでございます。市内農業者へのコロナ禍の影響については、品目にもよりますが、家庭需要が増加したことにより生食用の果樹や野菜全般は好調で、農業者に大きな影響はありませんでした。一方、外食産業の落ち込みによる需要の減少により、米やそば、パセリ、レタス類は低調とのことで、農業者への影響が生じております。また JA に出荷しない農業者からは、やはり外食産業向けの販売ができず影響があったとの声を伺っております。このほか2021年産の主食用米の適正生産量につきましては、人口の減少や食の多様化のほか、新型コロナウイルスによる外食向けの需要の低迷により、2020年産の予想収穫量の723万トンと比較して30万トン減の693万トンと示され、米の供給過剰が懸念されるところでございます。長雨につきましては、今年の県内の梅雨明けは例年より遅い8月1日となり、加工用生食用ブドウ等の果樹については病害等が懸念されましたが、その後の天候の安定により収穫量につきましては一部の品種を除き例年並みであったということでございます。また水稲につきましても、中心地域での作況指数は99の平年並みとなっております。一方レタスでは、潮雨による定植時期の遅れに伴い出荷時期が他産地と重なり、価格が下落し悪影響が生じております。このような収入が減少し生活が困窮される皆さんに対し、市や JA では広報やホームページ等を通じ救済や支援の制度を紹介し、その活用を進めてきております。次に括弧に支援の状況と今後の方針についてのうち、丸2経営継続補助金の申請状況と、丸3収入保険制度の加入促進の取り組みについてお答えいたします。経営継続補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復開拓、生産販売方法の確立転換などの経営継続に向けた取り組みを支援する国の補助金で、 JA や農業経営相談所を窓口として実施しております。この補助金の市内の申請件数は、一次募集分が57件、二次募集分が56件で、合計113件であります。その内訳は、JA が申請窓口となっております JA 組合員が110件、長野県農業経営相談所が窓口となっております非組合員が3件となっております。申請者の属性につきましては、おおむね9割が個人で、残りの1割が法人となっております。また申請内容につきましては、この補助事業との対象となる経費は、経営継続に関する取り組み
および感染拡大防止に関する取り組みの2つになりますが、申請の大半は経営継続に関する取り組みで、具体的には定食機や破手機といった機械の導入となっております。次に収入保険の制度と加入促進の取り組みについてでございます。収入保険は農業共済組合が農業経営のセーフティーネットとして品目や要因を限定せずに農業者ごとの収入全体を見て総合的に保障する制度です。自然災害による収入の減収だけでなく、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少が補償の対象となるため、コロナ禍による収入の減少も補償の対象となっております。市では収入保険の加入促進のため、今年度から加入に伴う書き捨て部分の経費につきまして2分の1以内で補助をしております。収入保険の加入状況につきましては、昨年度は9件でしたが、今年度は補助事業による加入促進策もあり、19件と倍増しており、今後も増加が見込まれております。私からは以上でございます。百瀬産業政策担当部長。はい、私からは1、持続化給付金の給付状況についてお答えをいたします。国の制度であります持続化給付金につきましては、ほとんどの業種が対象となることから、幅広い事業者が申請をしておりますが、申請者が直接オンライン申請をすることから、市では正確な給付状況を把握しておりません。しかしながら、市が独自で行っております中小企業と事業継続給付金は、対象者を持続化給付金の受給者としていることから、この給付件数によりまして持続化給付金の給付状況がおおよそ把握できることになっております。12月2日現在の中小企業と事業継続給付金の給付件数は1187件、給付額は約1億1000万円となっておりまして、このうち農業従事者への給付は7件であり、すべて個人事業主となっております。私からは以上でございます。青木健康福祉事業部長。私からは2の安心して妊娠出産子育てができるための取り組みについてのうち、不妊不育症治療についての2点お答えいたします。本市の不妊治療助成事業であります天使のゆりかご支援事業につきましては、安心して妊娠できる環境を整備し、少子化対策の充実を図るとともに、不妊症や不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るものとして、平成17年度から予算的には市の単独事業として開始をしております。その後平成18年度には事実婚の夫婦を助成の対象に含め、また21年度には漢方薬剤師による漢方のみの処方についても助成の対象としてまいりました。さらに平成29年度には助成期間を3年から5年に延長するなど、助成事業の拡充を図ってまいりました。
対象者につきましては、夫婦の双方または一方が申請時点で1年以上本市に住所を有していること、それから申請年度内に不妊不育治療を行っていること、また医療保険確保に規定する被保険者であることが要件となります。助成の内容は、一組の夫婦に対し不妊不育症の治療に要した医療費について1年度に1回を限度に通算5回まで5年間分になりますが助成を行うこととしており、助成金額は自己負担額の2分の1で30万円を限度としております。なお、入院した場合の差額ベッド代ですとか食事代、文書料など直接治療に関係しないものや県や加入医療保険から助成を受けている経費については助成の対象外としているところでございます。平成28年度から令和元年度の年間申請者数については100人前後で推移をしております。で、制度を開始した平成17年度からの申請者数は662人となっておりまして、そのうちの約5割にあたる366人の方が無事出産につながっております。申請人数の傾向を見ますと、1回目の申請から回数を増すごとに人数減少する傾向にございますけれども、3回以上の長期となる方も見られます。また申請者の年齢についての集計は特に行っておりませんけれども、ここ数年は年齢の若い方の申請も多くなっている印象を持っております。不妊不育症の治療にかかる課題につきましては、治療が長期間にわたることによりまして肉体的精神的負担が多いことや仕事と治療の両立が難しいことなど一般的な課題として挙げられております。本市の窓口での相談というのはあまりありませんけれども、相談があれば県の不妊不育専門相談センターを紹介をしております。次に、国の助成制度拡充の検討内容についてお答えいたします。国の不妊治療の拡充につきましては、厚生労働省が先月具体的な支援策の方針をまとめており、2年後の令和4年度から不妊治療の保険適用の拡大を目指すとともに、それが実現するまでの措置として今年度中にも国の現在の助成制度であります不妊に悩む方への特定治療支援事業、これを拡充する考え方が示されております。この制度は都道府県等を事業実施主体として体外受精または顕微授精にかかる治療費を助成するものでありまして、拡充案では助成額について現行では初回のみ30万円で2回目以降15万円となっているものを2回目以降も30万円に引き上げることとしております。また最大6回までとしている回数制限につきましては、第2子以降も受けられるように子ども1人につき最大6回に緩和をするほか、現行の所得制限も撤廃することとしておりまして、加えて制度の対象に事実婚の夫婦を含めることなど支援策を手厚くすることが示されております。また国が2年後に目指している保険適用を拡大にあたりましては、保険が適用されない先進医療を治療の一部で受けている方も多いということから、こうした先進医療と保険適用される治療との併用を認めることも検討するとされております。さらに新たな支援策として、不妊治療と仕事との両立を支えるため、治療を受けやすい環境を整える中小企業への助成制度、これを創設するほか、不妊治療のための休暇などの導入を支援する企業向けのセミナー、
を開催するなどとしております。長野県においては現在国のこの不妊に悩む方への特定治療支援事業に加えて平成27年度から県独自の不育症治療費に対する助成事業も合わせて実施をしております。今後国の事業拡大に合わせての見直しも見込まれます。現地点においては報道等による情報のみとなっておりまして、詳細がまだ不明でありますが、近く開かれる予定とされている国の全世代型社会保障検討会議において保険適用に向けた工程スケジュールが提示される見通しとされておりますので、不妊不育治療を行っている皆さんが安心して治療に臨めるよう、本市の助成制度の見直しも視野に入れながら今後国の動向等を注視してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。大野田子ども教育部長。私からは括弧2の保育園の運営についてお答えいたします。まず1、保育士の人材確保の状況についてでございますが、本市では本年度から保育人材ハッピーバンク事業を創設いたしまして、保育士資格、看護師、幼稚園教諭、教員免許のある方や保育や子育て支援に関心のある方を募り、保育園等の求人とマッチングを図ることで保育人材の確保を図ってきております。運用状況でございますが、11月末現在の登録者は34人でございまして、登録された方には子育て支援センター主催の子育てサポーター養成講座などの研修を受講していただき、保育や各種支援制度等に関する知識を深めていただいております。雇用につながった方は13人となっておりまして、その内訳は有資格者が6人、無資格者が7人でありまして、いずれも会計年度任用職員、旧臨時職員でございますが、として採用をしております。配属先といたしましては、市内保育園に産前休暇や退職者の欠員補充、未満児や配慮児童の増加に伴う補充、また児童館には放課後児童支援員の補助員として配置をいたしました。現時点で採用に至っていない方につきましても、新年度からの採用予定の方や保育園や児童館の人材の必要状況に応じ、おのおのの条件に合わせて順次採用していくこととしております。今後も保育人材ハッピーバンクの周知に努め、保育人材の確保を図ってまいります。次に2、未満児の定員と入園希望の見込み状況についてお答えいたします。市内公立保育園をはじめ、私立幼保育園、認定こども園および小規模保育事業所の定員については、入園する園児数をはじめ、個別に配慮が必要な園児や保育室のスペース、配置できる保育士の人数等を勘案する中で設定してきております。本年度におけます3歳未満の園児の定員は0、1歳児が285人、2歳児が290人であります。これに対しまして、12月1日現在保育園に入所している園児数は0、1歳児で274人、2歳児が263人とこのようになっておりまして、大半の施設で定員いっぱいまで3歳未満児の受け入れを行っている状況でございます。令和3年度の3歳未満児の入園希望者数についてでございますが、10月に行いました一時受付において0歳児で前年比1人増の90人、1歳児で前年比28人増の213人、2歳児で
前年比31人減の254人の申し込みをいただいておるところでございます。次に丸3、多子世帯に対する保育料の支援についてお答えいたします。多子世帯の保育料の減免につきましては、平成27年度の子ども・子育て支援制度のスタートに伴い、全国一律に小学校就学前の範囲で数えて第2子を半額、第3子以降を無料とすることとされました。これに加え、本市では独自に兄弟の年齢にかかわらず3歳以上については第2子半額、第3子以降無料とし、3歳未満児については第2子 10% 減免、第3子以降 20% 減免と、そのようにしてまいったところでございます。その後、国における幼児教育・保育無償化の動きの中で、平成28年度から年収約360万円未満相当の低所得世帯を対象として兄弟の年齢にかかる制限が撤廃され、令和元年10月からは3歳異常児および非課税世帯の3歳未満児の無償化が実施されております。3歳未満児の保育料について、現在では国の制度により小学校就学前のお子さんが複数いる世帯については第2子半額、第3子以降無料、また低所得世帯については兄弟の年齢にかかわらず第2子半額、第3子以降無料となっております。このいずれにも該当しない世帯については、市独自の制度により第2子 10% 減額、第3子以降 20% 減額を継続しているものでございます。私からは以上でございます。横山総務部長。私からは危機管理と生命を守るための取り組みについてのうち、消防団員の準中型免許取得にかかる助成および災害タイムライン等についてお答え申し上げます。まず消防車両の関係でございますが、現在消防団に配備している消防車両は46台あり、内訳につきましては軽積載車5台、普通積載車33台、ポンプ車8台となっております。このうち放水能力が高く消防活動の中核を担うポンプ車は各分団に1台を基本に配備しております。なお消防車両につきましては、購入から約22年経過を目安に計画的に更新することとしております。また各分団配備のポンプ車でございますが、車両総重量が 3.5 トンを超えるため、これを運転するには平成29年3月12日に改正された道路交通法により準中型自動車免許が必要とされ、同日以後に取得した普通自動車免許では運転ができなくなっております。法改正から間もないため、今のところ各分団においてポンプ車の運転手は確保できておりますが、いずれは運転できる消防団員が減少し、消防団活動に支障が生じることとなるため、ポンプ車を配備している8つの部の消防団員に対し、準中型自動車免許取得にかかる経費を助成し、運転手の確保をしてまいりたいと考えております。次に市災害タイムラインの周知と活用について、災害タイムラインの共有等でございますが、国の指針に基づき策定しホームページで公開しております本市の災害タイムラインにつきましては、台風や大雨などの進行型災害に対し起こり得る災害を想定し、災害が予測される数日前からいつどのような防災行動を行うかを時系列でまとめたものであり、気象庁が発表する気象情報警戒レベルに応じた使用印の警戒体制および市民の取るべき行動を示したものであります。このうち市民の行動について具体的に申し上げますと、まず
災害が発生する前段階では、ハザードマップなどによる避難所、避難ルートを確認するとともに、停電、断水に備え、食料、飲料水等を含む防災用品の準備をすること、次に避難準備情報等が発令された場合には、すぐに避難ができる準備、または要配慮者がいる家庭では、避難の要否について判断し、必要に応じ避難を開始すること。最終段階として、自宅の周囲で災害の前兆現象が現れた場合や、避難指示が発令された場合は、速やかに避難、または直ちに生命を守る行動を取ることなど、時系列で示しております。災害タイムラインの重要性でありますが、災害の発生が予想される自然事象において、時間の流れに沿って誰がいつ何をするかを可視化することで、避難勧告、避難指示を発令する前においても、住民自らが判断し、自主的に避難行動を起こすことで、逃げ遅れによる人的被害を防ぐことができ、市および関係機関も事前に災害の発生に備えた体制の準備が整えられることから、防災上大変有効なものと考えております。続いて、市民それぞれの家庭で災害に備え、独自に作成するマイタイムラインの普及についてでありますが、作成方法は市のホームページにすでに掲載しておりますが、今後も広報への掲載や防災訓練、出前講座等折に触れて PR してまいりたいと考えております。また実際の活用方法ですが、防災訓練や防災講座などで自宅周辺において想定される土砂災害や浸水の深さなどといった災害リスクを確認しながら、避難場所や避難ルートを記入することなど、個々の状況に合わせたマイタイムラインを作成することで、身近な災害リスクが認識できる機会となるよう取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上です。健康福祉事業部長、はい、私からは最後のご質問となりますが、災害時避難行動支援の取り組みについてお答えいたします。避難行動要支援者登録名簿につきましては、土砂災害や風水害、地震などの災害発生時に自力で避難することが困難な在宅の方を支援する目的として、地域住民やボランティアなどの協力をいただきながら、避難誘導や安否確認等を行う際の名簿として、塩尻市地域防災計画の要配慮者支援計画に基づいて、福祉課において登録業務を行っております。名簿の登録は65歳以上の一人暮らし、または65歳以上で構成されている高齢者世帯のほか、要介護者や身体障害者手帳などをお持ちの方、妊娠中または出産後1年以内の方、また小学校入学前の乳幼児のある方、さらに外国籍市民の方などで、支援を希望される方からの申し込み方式により登録を行っているものでございます。本年の12月1日現在で815人の方が登録されており、前年同時期と比べて6人減少となっております。毎年100人程度新規登録がございますが、年度途中の死亡者ですとか転出者も同等数あることから、登録者数は横ばいの状況でございます。また登録されている方のうち約4割にあたります341人の方が近隣の支援者を登録をしております。名簿の更新につきましては、毎年9月の市広報に
登録名簿申請用紙を織り込んでの周知を行いまして、新規の登録受付と、従前からの登録者への確認修正、また、死亡転出者等の削除、これを反映した名簿に、名簿に更新をしております。また名簿には個人情報が含まれていることから、登録時に申請者からの同意をいただいて、11月には該当する区長や民生委員さん、各支所および地区センターへ配布をしているほか、塩尻警察署にも情報として提供をしております。この名簿は災害時の活用以外に、区内での要支援者の情報共有、日頃の地域での要支援者の見守りで、区等での支え合いマップの作成時、また防災訓練の時などにも活用をしている状況でございます。私からは以上でございます。12番議員の質問を許します。12番。それぞれご答弁いただきましたので、順を追って再質問をさせていただきます。まずはじめに、コロナ禍における農業経営対策についてお聞きします。持続化給付金は農業者の皆さんも対象となりますが、今年度の一月分の収入が前年度の平均収入の 50% 以下であれば対象になります。またですが、経営者の農業者の中には3割4割の減少という方もいらっしゃいます。また経営継続補助金の申請は事前に感染拡大防止対策を行い、完了事業期間中に完了をしているということが条件にありまして、経費の問題、資金がなければそういったところにも申請をすることができないという声もお聞きしております。そこで、市としての支援対策について、農業経営者さんの支援対策、どのようにお考えなのか、どう対応されているのかについてお聞きします。農林担当部長。市では農業者の収入減への対策としまして、先ほどお答えしました収入保険料の補助による保険収入の促進のほか、セーフティーネットとして野菜価格の下落時に生産者への補給金として交付されております野菜価格安定制度の基金への補助金の交付を行っております。また経営の改善や安定化に向けた取り組みに対しまして、融資の斡旋を行うとともに利子補給金を交付しております。12番。それでは収入保険制度に関連してお聞きします。果樹共済の主な加入方式である特定危険方式が令和4年度から廃止されるというふうに聞いております。その点に関しまして、なぜ廃止されるのか、その理由、そして市内農業者への影響、また影響がある対象者の人数もあれば、合わせてお聞きします。農林担当部長。はい。ただいまお話になりました、特定危険方式というものは、果樹共済におきまして、農業者が加入できる方式の一つで、暴風や氷害、凍霜害といった特定された共済事故による果実の減収量が生じた場合、共済金が支払われるというものでございます。この方式は2022年産から廃止が予定されており、その理由としまして、1点目として、損害評価において収穫量の減少が対象する自然災害によるものかどうかの判定をする必要があり、事務コストが大きくなっていること。2点目としまして、近年過去に例のない災害が発生する中で、補償対象外の自然災害により損害を受けるケースが多くなってきているということが挙げられます。この方式を市内では全加入者約240人中約60名の方が契約しております。2022年産からは別の方式
や収入保険に移行する等の影響が出てくると思われます。12番。はい、議長。はい。まあ、その対象者になっている方はどちらかを選択をして、加入していただく必要があるということだと思います。そこで収入保険制度につきまして、この制度は過去5年間の平均収入を基準に保険機関の収入が減少した場合は下回った額の9割を上限に補填する仕組みになっておりますが、現在国はコロナウイルス特例を設けております。このコロナ感染拡大により収入減少が痛手となっている現状がありますので、この特例についてどのような内容なのかお伺いします。農林担当部長。議長。はい。新型コロナウイルスの症の影響により令和2年の収入が減少した場合であっても、翌年の基準収入に影響しないという特例が設けられたものでございます。具体的には令和元年以前の収入を用いて令和2年の収入を調整し、各5年間の平均収入を補正するというもので、これによりまして生産者側にはコロナウイルスによる収入の減少があっても基準収入は減少することなく例年通りの補填を受けられるというメリットが生じてまいります。12番。はい。これからの農業経営者は災害リスクだけではなく感染リスクなどさまざまな社会状況に影響されることが予測されます。農業経営者、深刻な高齢化や人手不足などギリギリの状況で作業をしている方もおり、現場でとても奮闘して働いていらっしゃいます。また意欲ある担い手を支え安定した経営ができるよう、制度の情報提供などもしっかりしていただき、それぞれの状況に合わせた対策の強化をお願いしたいと思います。それでは次、2番、安心して妊娠出産子育てができるための取り組みについてお伺いします。不育症は妊娠しても2回以上の流産や死産を繰り返す病気で、不妊症とは異なり原因としては胎児の染色体異常などがあります。適切な検査と治療を受けることで 85% 以上が出産できると言われています。本市では不育症治療も助成制度の対象とされております。高額の治療費は患者の負担になり、国においては検査への助成金の創設や保険適用にしっかり取り組んでいただきたいと思います。また不妊症治療は経済的負担ばかりではなく、身体的精神的負担があり、この点に関しては本市でも把握をしていただいているということでありますが、今後社会や企業の理解をさらに深めていくことが必要だと思います。厚労省では働きながら仕事と治療の両立ができずに 16% の方が離職しているといいます。しっかりとさらに対策の強化をお願いしたいわけですありますが、この点についてどのようにお考えなのか、しっかご答弁お願いいたします。健康福祉事業部長。はい。国では今議員さんおっしゃったように中小企業への助成金ですとか、治療のための休暇制度など導入が検討されております。これはやはり職場での理解というのは非常に大切なことであるかと思いますので、こういった国の動向等を注視するとともに、市としてもどういった取り組みができるか、町内関係部局、産業政策部局などとも連携しながら検討させていただきたいというふうに思います。12番。産業政策部局とも連絡をというご答弁でありましたので、その点担当部長しっかりよろしくお願いしたいと思います。また治療は一人一人に最適な形で実施することが大切で、保険適用の拡大については治療を受ける人の選択肢を狭めないよう配慮が必要だとの意見がございます。本市につきましても引き続き天使のゆりかご事業を継続していただきたいと思いますが、その点についてどのようにお考えなのかお聞きします。健康福祉事業部長。はい。保険適用まだ2年後ということになろうかと思いますので、
それまでは国の助成制度拡充ですので、その区間については現在の事業は市としても今のまま続けていく考えでおります。で、保険適用になったときには自己負担がまだ生じる3割くらいは生じることになりますので、その負担額どのくらいかというのも合わせて、制度設計自体は見直す必要はあるかもしれませんが、事業自体は現時点では続けていきたいという考えでございます。以上です。12番、はい、治療費が本当に平均的で100万から300万ぐらいというふうに、平均的でこのくらいはかかるということが言われておりますので、しっかりと引き続き支援体制をお願いしたいと思います。もう一点、現在妊娠した場合の妊婦健診は14回分が無料で受けられます。妊娠中に何らかの治療が必要な場合は治療費がさらに必要になります。そして、出産費用は出産育児一時金の42万円では十分ではないとの指摘があります。そこで、現在の出産費用がどのくらいなのか、現状をお聞きします。健康福祉事業部長。はい、国民健康保険の中央会というところが行った調査によりますと、病院での出産費用の平均については約51万円ということになっております。で、出産一時金、議員さんおっしゃられたとおり42万円ですので、10万円程度は足りない状況だと、数字的にはそうなりますけれども、ちょっと身近なところで聞いたところでは、例えば土曜日に出産したりすると割増しがあったりで60万円近くなるような場合もあるというふうに聞いておりまして、現実に15-16万自己負担が生じるというケースも多いようですので、これも国の方で増額を検討しているという情報もありますので、子育てに力を入れている本市としてもそういう方向になればありがたいなというふうに考えております。以上です。12番、はい、国は現在出産育児一時金に対し実際に費用に応じた増額をして安心して子どもを産み育てられる社会を目指し、経済的な支援の強化をしっかりしていただくことを国に対して望みたいと思います。それでは各国の保育園の運営についてお聞きします。厚労省によりますと、昨年の出産数は86万5234人で、前年に比べ5万3166人減少し、過去最少を更新しました。少子化対策は重要課題の一つです。今後少子化が進む中で保育の受け入れ体制についての見通し、そして未満児の保育園入園の見込みについてどのように把握されているのかお聞きします。また保育ニーズに応えるためには安定した保育士の確保が重要ですが、その点に対してどのように対応されるのかお伺いします。子ども教育部長。はい、まず保育受け入れに関する長期的な見通しでございますが、本市のですね、子ども子育てに関する基本計画であります元気っ子育成支援プラン3でございます。これにおきまして、令和2年度の就学前児童が3284人でございますが、令和6年度には3125人まで減少するというような見込みをしております。一方、3歳未満児の保育ニーズでございますが、本市が5年に一度実施しておりますアンケート結果、調査の結果ではですね、30年度の平成30年の未就学児の母親の就業率ですが、前回調査に比べて7ポイント増の 74% で、このうちですね、フルタイム就労の割合が4ポイント増の 31% とになっておりまして、子育て中の女性の就業率が増加傾向にあるというふうに判断しております。また母親の育児休業の取得率でございますが、 17% 増の 59% となっていることから、出産を機に退職して育児に専念するといったケースが減少して、育児休業を取得してお子さんが1歳になる時点で保育園に入園して職場に復帰すると、そういったケースが多くなっているんじゃないかなというふうに見込んでおります。
こうした3歳未満児の保育ニーズの増加に対応するために、本市では施設整備と保育士確保、定着の両面から取り組みを進めているところでございます。まず、施設整備としましては、令和元年から民間事業者によります小規模保育事業所の整備支援を行っておりまして、令和3年4月までに4園が相次いで開所し、合わせて3歳未満児69人の受け皿の拡大になると、そのように予定しております。次に保育士の確保の関係でございますが、保育士の処遇改善と、業務負担の軽減、これがですね、保育士が働きやすい、そういった職場づくり、また確保ができるようなことになろうかと考えておりますが、まず保育士の処遇改善については、29年度には旧嘱託員の報酬見直しを行ったり、元年度には旧臨時職員の賃金を引き上げると、そういったことで処遇改善をしてきておるというような状況があります。また業務負担の軽減でございますが、保育計画等の様式の統一や簡素化をはじめ、入園手続きの電子申請化に取り組んできております。また本年度から来年度にかけまして、公立保育園全園の全クラスにタブレット端末を配備し、多岐にわたる保育業務を支援するシステムを導入することで、さらに業務負担の軽減を図るというふうにして計画をしております。このようにですね、保育士が働きやすい職場作りに努めまして、保育士の確保また定着につなげてまいりたいと、そういうふうに考えております。12番。はい、それでは多子世帯に対する支援について、現在の減免の対象となっているお子さんの人数について、状況をお聞きします。子ども教育部長。はい、本年11月時点でございますが、第2子以降である3歳未満児291人のうち、国の制度による減免 50%、100% でございますが、この対象が221人、市独自の減免の 10%、20% の対象が70人と、そのようになっております。12番。はい、議長。はい、保育料の徴収基準についてお聞きします。と、昨年の10月から幼児教育無償化によりまして、3歳以上児と0から2歳児の低所得者世帯が無償化の対象となりました。無償化の対象のお子さんは他市の子どものカウントに制限も撤廃されております。しかし、本市では、市独自の、事業の対象者70人の方が、兄弟の数え方に制限があり、小学校入学前のお子さんの中で兄弟の、人数カウントされております。子どもの数え方に制限が、なぜあるのでしょうか。その理由についてお聞きします。子ども教育部長。本市独自の減免の関係でございますが、年齢制限なしで 10%、20% ということでやっております。12番。はい、多子世帯への支援は、兄弟の子どもの数え方の制限を、撤廃していくことが大事なのかなというふうに思います。子どもの数え方に制限を設けることは、保護者には理解がしがたく、本来ならば2人目は保育料が半額のところ、1人目の子どもとして全額負担、また3人目の子どもであっても1人目として全額の負担となるケースが考えられます。子どもの数え方に所得により制限を設けることは、保護者にはとても理解がしがたく、受け入れられないと聞いております。やりきれない、切ないとのご意見を伺っております。また幼児教育無償化により、さらに子どもを欲しいというお母さん方もいらっしゃいます。こういった場合、兄弟の年齢が離れてしまいますと、子どもの数え方に制限がされ、3人目2人目の子どもができたとしても、上の子が小学校に行っている場合は第一子1人目2人目と計算され、保育料が負担が増えてしまいます。で、本市独自の保育料の減免は、第2子が 10% は3、10%、
第3子以降は 20% を減免しておりますが、さらに市の制度として、減免の、拡大をすること、引き上げることについては、どのようにお考えなのか、お聞きします。子ども教育部長。はい、先ほど議員おっしゃった、多子世帯の子どものカウントの関係でございますが、国の制度によって、学校就学前のもので数えてカウントしておりますので、それは国の制度の範囲でございます。で、市の制度が、そういった該当にならない子も含めての第2子第3子でございますので、よろしくお願いしたいと思います。でですね、議員のご提案のですね、再三未満児の保育料の独自減免の減免率を引き上げるというご提案でございますが、お気持ちは非常によくわかるわけでございますが、保育料が減免されることによって安易な3歳未満児の保育園入園につながる、そういった懸念があるということがまずございます。乳幼時期がですね、愛着形成の大切な時期だという考え方は従来から同じでございまして、それも含めてですね、財政的とかですね、保育士の確保の観点からも現時点では考えておりませんので、よろしくお願いいたします。12番、塩尻市の保育料徴収基準額表というのがございます。これを見ます と、所得により多子世帯のカウントを外す、撤廃している世帯、そして所得により多子世帯に対してカウント制限を設けているという2つの、基準がございます。未満児に関してであります。保育料の徴収基準額、税額、市民税所得割額により保育料がそれぞれ決定されます。そして子どもの兄弟の数え方にも制限があります。市民税所得割、市民税所得割額により2つの制限がかけられているというのが現状であります。子育てと仕事の両立ができるよう、企業の協力体制や環境整備をさらに推進していただきたいと思います。で、子育て支援は一人一人の子どもの愛着形成や成長発達を応援していただくことが重要でありますので、さらにしっかり取り組んでいただきたいと思います。その上で子育てと仕事との両立ができるような、理解と支援をさらに、お願いしたいと思います。要望させていただきます。それでは、3番、危機管理と生命を守るための取り組みについて、現在の消防団員の自動車免許の状況は、実際にどのような状況なのか、そして、助成制度の内容についての条件が、あるのかどうか、また選出方法はどのようにお考えなのかお聞きします。予算措置については国の財政措置があるというふうに認識しておりますが、そちらの対応についてお考えをお聞きします。総務部長。現在、消防ポンプ車を配備しております8つの部のうち、普通自動車運転免許証がありながら、消防ポンプ車を運転する資格がない、団員につきましては、本年の4月2日現在で5名、となっております。で、準中型自動車免許取得にかかります経費の公費助成の対象および条件につきましては、普通免許者、普通ポンプ車配備の部の消防団員のうちで、市税等の滞納がなく、準中型自動車免許取得後にポンプ車の運転を担当し、5年以上消防団での活動が見込まれる団員として、団員の所属する部長および分団長が推薦する者を予定しております。また補助額としましては、教習所での準中型自動車免許取得にかかる経費として、補助率を10分の10、限度額15万円として2名分を来年度の予算に要求していく予定としております。なお、準中型自動車免許取得に対します、公費助成制度につきましては、対象経費の2分の1が、交付税措置されることとなっております。12番、議長。
はい、消防団の確保につきましては地域では非常に苦慮している状況がございます。消防団活動に支障が出ないよう地域の安全安心を守る活動をしっかりと支えていただきたいと思います。次に、災害タイムラインの周知と活用についてお聞きします。マイタイムラインについてお聞きします。一人一人の状況に合わせた避難行動計画はあらかじめ地域の危険箇所を把握し災害時の逃げ遅れを防ぐことにつながります。作成にあたっては避難行動判定フローズ、洪水土砂災害ハザードマップを参考に活用していただくことが良いと思います。避難所では新型コロナウイルス感染症予防を考慮した対応が必要です。フォロー図では被災された場合は発熱や感染症状がある人、濃厚接触者は市が指定した有症者用の避難場所へ、そして妊婦や乳幼児のいる世帯、重症化しやすい持病のある人は市が指定する要配慮者用の避難場所へとありますが、避難場所の体制について市の対応また方針をお伺いします。で、じゃあまずそれをお願いします。総務部長。災害時に、濃厚接触者または感染が疑われるような方、症状が出ているような、そういった方でございますが、そういった方から避難したいというような旨の、連絡があった場合は、一般の避難者とは別に、個室が確保できる専用の避難所に案内することとしております。その避難所の開設につきましては、一例として公民館や指定福祉避難所の中から指定することや、災害時における宿泊施設設備等の協定を結んだ施設などを想定しております。12番。はい、昨日の健康福祉事業部の部長のご答弁では、特に濃厚接触者については市が把握していない、把握できないというご答弁がございました。避難所運営をした場合の、濃厚接触者の健康管理はそれは県の方で引き続きされるのか、市の方で、対応するのか、その点についてお聞きします。総務部長。9月23日付で、県から出されました通知によりますと、この10月の5日からですが、市が避難準備情報、高齢者等、避難開始や避難勧告などを発令した場合や台風の接近などで避難所の開設が必要となった場合には、松本保健福祉、事務所から市へ濃厚接触者の個人情報が提供されることとなりましたので、それによって対応させていただきます。12番。はい、議長。はい、それでは最後の、災害時避難行動支援の取り組みについてお聞きします。災害対策基本法が平成25年6月に改正され、避難行動用支援者名簿を作成することが義務付けられ、内閣府の、取り組み指針では個別計画の策定と一体的に推進が図られるよう示されております。本市の要配慮者要配慮者避難支援プランでは個別計画の支援方法の確認について記載されておりますが、計画策定や対応についての現在の状況はいかがでしょうか。お聞きします。健康福祉事業部長。はい、議員さんのおっしゃる通りでありまして、市の地域防災計画の要配慮者避難支援プランの中では、ご近所支え合いマップですとか、台帳、これを自治防災組織、自主防災組織の方で作って、それを個別計画として位置づけるということに、なっております。ということで、これまで、ご近所支え合いマップ等の作成を当初は委託事業でしたけれども、現在は市の社会福祉協会に市が補助金を出して地域のネットワーク作りの一つとして取り組んでいただいておりますが、現在の取り組み状況としては、マップ作成に取り組んだ区については39区ありますけれども、作成済みとなっているのがまだ23区という状況でございます。台帳については27区が作成済みということで、少し取り組みが進んでいない状況でございます。以上です。12番。
議長。はい、名簿の登録、毎年更新をされて、また新規の登録者もいらっしゃるという現状のとご答弁がございました。実効性のある避難行動支援につなげていくことが重要だと思います。で、そこで登録いただいた方の名簿をさらに進化させ、個々の状況に合った個別計画の作成が必要だと思いますが、今後、どのように推進をされているのか、どのように推進させていくのか、お考えをお聞きします。これは地域の役員や民生委員、介護、支援専門員などのご協力も得ながら、地域と一緒に取り組むことが必要だと思いますが、今後の対応についてのお考えをお聞きします。健康福祉事業部長。はい、この個別計画につきましては、現在、国の方で災害対策基本法を改正をして、現在国からの取り組み指針によって市町村は策定することが望まれるという記載になっておりますものを法定化をして市町村は策定するよう努めなければならないという努力義務にするということが検討をされております。で、11月27日に国の有識者会議の中間取りまとめの通知がありまして、そういった内容と合わせてその個別計画に盛り込むべき項目についても検討がされているということで、中間報告としてその中身も示されております。で、まあ、全国的にも進んでいないということで市町村の努力義務になりますので、本市としても、まあ、こういった個別計画については災害時避難支援に体制づくりとして大変必要なことでありますので、この国の動向等を注視しながら取り組み、現在の名簿と合わせての取り組みについて検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。12番。はい、地域や民生委員、または介護支援専門医などの方々には、特に個別計画の必要についての理解を深めていただくことも大事かなというふうに思います。国でも検討されているようでありますので、今後、災害時の避難を円滑に、迅速に実施できるような、さらなる推進をお願いしたいと思います。以上で全ての質問を終わります。